ショロトルエ文書のマシュトラマシュトラあるいはマシュトラトルは、テッパネカの中心的な都市国家であるアスカポザルコの最後のトラトアに、テノチキトラン、テスココ、トラコパンによるアステカ三国同盟によって滅ぼされた。アスカポザルコは14世紀後半以降マシュトラの父で、あるテソソモクによって統治され、メキシコボンチ一帯に大きな勢力を持っていた。テソソモクは、 政略結婚によって多くの妻と子を持ったが、征服した重要な都市は息子たちによって治めさせ、それほど重要でない都市については、その統治者に娘を嫁がせた。マシュトラは南のコヨアカンの君主であった。テソサモクは1426年に死んだ。テソサモクはこのタヤを後継者に指定していた。テノチティトランの当時のトラトアニであるチマルポポカは、 母方の祖父が手そそもくであり、この光景を支持した。しかしマシュトラは、手のチキトランに敵対的であり、多様から政権を奪って、自らがアスカポザルコのトラトアニに即位した。マシュトラは、恐怖政治を敷いた。それから間もなく、チマルポポカはおそらくテパネカの手のものによって暗殺された。これ以降でのチキトランとアスカポザルコは敵対するようになる。 1427年、テノチティトランでは、チマルポポカに代わって経験豊富なイツコアトルが、トラトアニに即位し、アスカポツァルコに対抗するために、父のイシュトリルショチトルを、テソソモクに殺された、テスココのネサワルコヨトル、および、テパネカ内部のマシトラのライバルだったトラコパンの、トドキワストリと同盟を結んだ。1428年、テノチティトランテスココトラコパンの同盟は戦いを、 起こして、アスカポツァルコを攻め滅ぼした。ありがとうございます。